キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、2023年プロ野球界大予言答え合わせ。はい、皆さん、まずは、はい、この動画を見続ける前にここにあるこの動画をもう一回見てきてください、はい、これめっちゃ面白かったですね。めっちゃ面白かった、はい、俺らはもう何言ってるか忘れたから、はい、もう一回今見返したんだけど、はい、めっちゃ面白かったから、この動画で、はい、里崎と袴田さんと先生の3人が12球団のトピックス、はい、その球団で今年何が起こるのかを大予言してね、はい、年明け早々に、ま、ちょっと大喜利みたいな感じでね、思いついた人からはい、そうそうそう、今週はこれ起こりますっていう、うん、でそれで本当に誰が本当の予言者なのかっていうね、はい、当たったのかどうかを検証していこうっていうね、はい、答え合わせです。いや結構思いつきで言ってたじゃないですか、その大喜利みたいに、うんうん、当たってるのあるんですかね。ねえ、うん、じゃあまずは、はい、じゃあ最下位じゃあ日本ハムから、はい、里崎は、はい、清宮幸太郎の覚醒で、うん、ホームラン30発を予言しました、はい、その中で清宮選手ホームラン10本、うん、3分の1、あ、ちょっと予言できなかったね、ですね、うん、はい、先生は、はい、上川畑最多安打獲得、上川畑、ヒットが62本です。はい、ちょっと苦しみましたね、今年ね、だいぶ苦しいんだね。そうですね。中川さん、私はその前の年がキツネダンスが流行しましたが、2023年は白熊ダンスが流行という予想で、どんなダンスでしたっけ、白熊ダンス。白熊ダンスはその時やってたのはクマ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 っていうのを予想したんですけどでも惜しかった、惜しい羊だった、人気スカンだった、羊だった、あ、羊は言えたな。そうですね、うん、これはいい線言ってたね。いい線言いました、うん、はい、ちょっとか惜しかった感じ、ね、惜しかったね、はい、うん、めっちゃ無理に言ったのに惜しかった、はい、羊だった気づいた。来年クマの可能性あるんちゃう。あ、でもね、クマ絶対ないわ。何ですか。あの熊の被害出てるから、あ、ポジティブイメージじゃないから、社会的に確かに熊はないわ。じゃあちょっと次の予想までに考えましょう。そうそうそう、はい、続いてロッテ、はい、もうここにある下から行こう、うん、ロッテ佐々木朗希2年連続完全試合からのノーヒットノーラン達成を予言しましたけども、はい、先手だった。今年はちょっとなかったですね。今年なかった、うん、で先生が、はい、平沢大河がシーズン中にトレード、いひどい、あの、ね、こういう予想をしてるんですよ。ひどい、惜しかった引き取る手がなかったね、はい、で浜さん、はい、菊池陸投手が守護神に定着、セーブ王を獲得っていう、ね、いや、そもそも試合ほぼに投げてないから、ね、そうなんです、守護神も減ったくれもなかった、はい、ちょっと投げてもない、もう増田に失礼、あ、そうですね、ごめんなさい、増田投手本当、増田に失礼、期待したんですよ、でも増田に失礼、はい、本当ですね、あ、しかもこの動画撮った時、いいね、守護神っていうところがいいねってそうそう言ってましたけどねじゃあ続いて楽天、はい、佐々木の予言は、はい、中日から移籍した阿部選手、勢いを取り戻し地元で大活躍、セカンドでベストナイン、前半やばすぎだわ。いや、ちょっと中盤から頑張ってよ、はい、ね、しっかり、あの、率も残して、うん、通常のバッティングしてきたなっていうところはあったけど、はい、前半悪すぎたわ、2軍行ってたもん。いや、もうほぼ出てなかったですからね。2割5分5厘ね、終盤だけで頑張ったのはあるけども、うん、全然だった、はい、で次先生、はい、安田2桁本塁打、いや、ちょっと言ってないですね。ですね、これは3本だよ、はい、全然。中間さん、はい、私今年は去年とは逆で、前半戦に借金、後半戦に貯金2種を作って優勝っていう、まあいい線いってたね。いい線いってた、めちゃくちゃいい線、うん、優勝を外せば、はい、前半借金後半貯金は、はい、いい線いってた、ね、いつもと逆っていうね、いい線いってた、はい、他の人でもここまで微妙に当たってるね。惜しいですね、惜しい、はい、何気に予言ね、うん、めちゃって人に言ってんのよな、俺と先生はもう完全外してるけどね、はい、そうですね。で続いて、はい、埼玉西武佐々木平嘉馬投手、はい、先発転向でチーム勝ち頭の13勝、ちょっと惜しくないですか。13は勝ってないですね。でもチーム勝ち頭で11勝11か。でもチーム勝ち頭当たってるから、当たってますね。おお、惜しい、惜しいんちゃう、はい、ほぼ80点ぐらいあるよ、はい、あと2勝ねえ、うん、惜しかった。先生、平嘉馬投手先発転向により忙しすぎてゲーム配信をやめる。まだやってまーすシーズン中もやってました。やってない、シーズン中はほらだから言ってた、先発の方が暇なんだって、うん、あ、そういうことですね、できんだから先発の方が、うん、
そんなやっぱなんか切羽詰まるタイプじゃないですよね。ゲーム配信とかでこうストレス発散してますよね。遠征先とかでやってたからね、うん、どうやってやったの。それはパソコン持ってんの、ね、ホテル Wi-Fi 繋がるから、しかも感度いいしね、はい、柔軟ですね。下手したら家よりいいパターンあるからで、ね、うん、はい、Wi-Fi 今後めっちゃいいなみたいなね、うん、で、袴さんは、はい、2023年鈴木翔平がセンターでレギュラーをつかみ1番に定着、最多安打を獲得っていうね。そう、予想ちゃうもん、願望だもん、願望ね、願望入れてんもん。それもう予言者が願望入れたら終わりよ。え、でも今年いつもよりはやっぱ頑張ったんですよ。いつもが低いからいつもが低いから、今までの中では頑張った。いつもがもう子供が立ったって喜んでるぐらいの感じだよ。いやいやいや、クララが立ったみたいな感じだよ。でもやっぱもともと秋山翔吾の後釜って言われて一番期待されてたわけですから。言われてるだけね。言われたからさ、そう勝手にね。でも2割4分だからね、うん、まあまあ本当に袴田さん言うように今まで比べるとね、はい、あ、でも去年より数字落としてんで、去年2割5分です。試合数増えてないですか。試合数増えてるけど打席数ほぼ変わんないよ。あ、そうなんだ。ヒットの数も5本しか変わらないから。へえ、成績落としてます。あら、いやで試合出た試合数増えたから、うん、うん、そこでね、うん、耳、はい、で続いてソフトバンク佐々木、まさかの先発、2桁勝利0人、うん、しかし新規加入の選手が大活躍で9月でリーグ優勝を決める。いやちょっと今年は危なかった。 B クラスもあったからね。そうですね。でもよ、うん、新規加入選手大活躍、近藤砂、うん、これは当たったよね、うん、あと有原も、ね、新規加入選手が大活躍は当たってんだよ、うんうん、でも有原が10勝しちゃって、これ有原が9だったら当たってたのにな。あ、ほぼ当たりでしたね。まあちょっと9月のリーグ優勝優勝してないか。そうだね、はい、先生は2022年に続き開幕だけ頑張る助っ人が現れる。現れた。いや現れなかったです。え、ちょっと現れへんかった。開幕戦ちょっと見てみる。大関がね4対0で勝ってますけども、その日ですね、アスディーヨ出てます。アスディーヨ出てますか。助っ人、うん、3打数0安打、だって三振しないのが売りだったから、はい、そんな外国人いらないから。 そうですね、そもそもピッチャーはオスナ投げてる、ね、0点、うん、でもずっと頑張ったからね。はい、ずっと頑張ってるんで。そこはなしですね。あれですよね、マネーホームラン打ったんですよ。ガルビスね、ガルビス、そうそう、ガルビス、開幕だけ頑張って2戦目3戦目から外されてました頑張れてないから。アスディーヨ。もっと最短でした。1試合だけでした。ガルビス？アスディーヨ。1試合目から外されてます。1試合目のサンタゴ見ても無理やと思ったから。早すぎる。ちゃんと開幕だけ出てるけど。頑張るがね、そう、この頑張るのニュアンスがちょっと抽象的やな。うん、試合に出てるだけじゃないから。いやまあでもアスディーヨはもちろん頑張ったと思う。うんうん、じゃあまあ三角だね、うん、三角惜しい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 、うん、袴さんは、はい、2023年のソフトバンク怪我人が一人も出ずダントツの日本一。バンバン出てたわ怪我人バンバン出てたわ毎年ダントツでも日本一でもないし、はい、これもう大外れでした、うん、はい、じゃ続いてオリックス佐々木、山本由伸がポスティングで過去最高額の契約、イエーイ。これはちょっとまだ契約額は分からないけれども、あ、まあ多分過去最高額になるんだ、はい、ポスティングで、うん、間違いなく、うん、完璧の正解です。おだってポスティングだからね、はい、うん、FA じゃないから、はい、これはね6チーム目にしてドンピシャです。ドンピシャ、うん、でもちょっとこれは当てやすかったですよね。あ、そんなことないやろ。いや、そんなことないだろうなっていうのはね。そんなことないよ、ポスティング球団の判断だから、怪我しないことも重要だったから、まあまあそうですね、うん、はい、先生は山下俊平太が9回までノーヒットノーランでもしないってやつですよね。ノーヒットでもしない、で、どうしたなかった。うん、6回ぐらい前だった。違って、何回前だよね、流れましたね、うんうん、はい、で、袴田さん、はい、森友哉と杉本裕太郎がホームラン数を競い村上宗隆に追随っていう、一つ言っていい、はい、そもそもセ・リーグとパ・リーグで混合してるからね。いやいや、そうなんですよ。いやホームラン数、いやホームラン数を森と杉本裕太郎がもうめっちゃ競い合って、うん、でやっぱり村上がこう一番王者だってなったじゃないですか、うん、だからそのぐらい評判を上げるよっていう追随。そうなの、はい、普通パ・リーグ同士で言わへん。いや別に今後するけど、いやホームランを取るとかじゃないですよ、うん、競って村上のあの三冠王みたいなこう地位にこうなんかちょっとね上がるみたいな、うんうんうん、ホームラン数を競うって日本とかでも競ってるからな、よく考えたらね。いやまあまあそうですね、うんうん、これちょっとあれやな、不正解やな。これは不正解ですよ。はい、杉本選手もそんなに打ってないんで、今年ね。ヒット数争うんで、チーム内争いもあるからね。はい、そうですね。ちょっと抽象的すぎたね。ちょっと抽象的でしたね。うん、まあ、これ、思いつきで入って言ったやつなんで。だって、もともと考えてくるとか
じゃなくて、これ皆さん予想しようか、年明けに今年の大予言もやりますから、はい、里崎ダムス大予言やる、はい、里チャンネル大予言、高間ダムスね、高間ダムス、でもそう考えたら俺完璧なやつ1個当ててるよ、1個ね、完璧なやつ、完璧ね、まあ、でも私惜しいやつ、惜しいやつ2個あるね、2個ある、あの楽天とキツネダンス、はい、ダンスね、はい、で先生はまあ、助っ人カンパネーが、まあ、惜しいね、惜しい、まあ、ニアンス当たってる、うん、ニアンス当たってる、ニアンス、その時だけね、うん、ニアンス当たってる、はい、で、俺はポスティングでしょ、うん、あと、タイラのね、八頭、惜しかった、惜しかったね、はい、うん、ね、まあ、ちょっと私と先生、ちょっとふざけちゃったとかありましたよね、ちょっとね、うん、いやちょっと待って、どこがふざけてんの、いや、まあ、私、あ、でもこれ、惜しいって言った白熊ダンスも結構ふざけて言ってたんですよ惜しいよ、惜しかったですね、他別にふざけてなくな、まあまあ、確かに楽天とかもこの夏場の大失速とかしてたんで、うん、それをちょっとこういじってたつもりだったんですよこれがじゃあパリグだね、はい、じゃあセリーグいきましょう、セリーグね、ドラゴンズ、はい、佐々木、2022年のストーブリーグでトレードのことをいろいろ言われたが、1年経ってあのトレードは大正解だったと大絶賛、うん、当たってんじゃん、あ、これは当たってると思います、うん、なあ、うん、完全に、はい、完全に、はい、うん、互いにとってもよかったし、うん、うん、ほらすごい、涌井だってね、うん、あの涌井ダメかとか言われたけど、うん、確かに涌井も援護なくて10敗しちゃったけど、はい、試合めっちゃ作ってたしな、うん、最初な、そうですね、うん、で途中からのね、うん、トレードとかもトレード組の大成功めっちゃ高いからね、そうですね、斎藤投手も良かったし、 あんなやんや言われて、うん、これもドンピやな、はい、ああじゃあこれはすごい、これはね、うん、で先生、はい、2022年は生活面など厳しい部分が多かったが、2023年には選手がバレずに髪を染め出す。染め出した選手いた？染め出しましたよ。あ、ちゃんと OK だ。OK だった。あ、そうなの？あれもできたから余計ね。でも今年生活面もっと厳しい部分増えたじゃないですか。なんかなくなったみたいですね。情報もしかしたら。そう、タイムこれはどうだ？これ正解だ。どうなんですかこれは？バレずにっていうのはちょっとおかしいですね。誰が染めたの？うん、じゃあ三角だね、三角、惜しい惜しい、うん、三角、はい、赤間さんは、はい、村松海斗がセカンドのレギュラーに定着しベストナインに選出される、願望入ってるからいや願望静岡を取ったし、ひいきなんか予言っていうよりなんか願望となんかファン的な応援とかに入ってんねんいや、それは、うん、村松選手、うん、自分のその寮に私の写真集持ってってくれたわけですよ、いや、まあそれ見て、うん、毎日頑張る、やっぱそれ見てるから頑張れなかったんちゃう、いやでもチャンスはありましたよねチャンスはもらってた途中からね、ねえ、うん、早くさ、浜田さんサインしてあげて、村松さん、いや、サインありますよ、サイン入り持ってきた、あ、そうだ、はい、へえ、そうですよ、でもちょっと願望入れ、ちょっと2024年の袴田ダムスはちょっと静岡県の選手の名前言うのやめてほしいよね。なんかね、いいじゃないですか。なんかちょっと、そう無理だもん、そんなの。奈良間くんとか。もうそういうの入れるのやめて。奈良間くんは首位出したとか。もうそういうのもやめて。本当ですか。静岡県民やめて。うわ、やめましたよ。静岡と宮城県やめて。だってわかるじゃないですか。広島常広、阪神下村、青学枠でね。うん。悲劇になっちゃう。そういうのやめてよもう。あ、まあ健康します。青学、静岡、宮城やめて。やだ。それなし、それなしね、それも言った瞬間におもんなって思っちゃうもん、予想だもん、いやそれひいき入ってるから、まあじゃあちょっと検討します、ね、検討しますよ次カーブ、はい、佐々木、まさかの涙の荒い監督胴上げ、あー、まあ、チャンスありましたけどね、チャンスあったけどね、惜しかった、何気にね、はい、で先生、マクブルームが覚醒し前半戦でぶっちぎりし、もう退団したで、はい、中間さん、秋山翔吾が大活躍、首位打者を獲得、まあ2年前半戦頑張ってるよな、うん、前半、そうそう、終盤ちょっと怪我もあってね、はい、あれだったね、これも外れましたね、うん、はい、続いて巨人、うん、佐々木、オコエルイ、まさかの巨人で覚醒、おこれプッチブレイクありましたよね、最初だって開幕ですね、うん、試合も出てたし、はい、1番、うん、ほら覚醒、はい、まあ、ちょっと覚醒しましたね、うんうん、どういうこと覚醒、いや、シーズン通してとかじゃないじゃないですか、だから言ってないじゃん、覚醒って、あ、まあ、覚醒、ちょっと覚醒したか、うん、はい、うん、先生、はい、浅野翔吾が一軍デビューしヒットを10本打つ、おー、これは気持ちいい、10本打ちましたよね、ちょうど10本、わー、すごい、しかもこれ10本打った日にちょっとコメント欄あったからで、はい、先生見事に当たってるっつって、よく覚えてる人いますね、うん、10本嬉しいね、しかも
これ何気に難しいよ、うん、高卒1年目で1本だったら、うん、初ヒット打ったとかだったらあれだけど、うん、10本でしかもちょうど10本やったからな、うん、ちょうど10本もこれ多分一番の大正解じゃないですか、ね、これはすごい、これはすごい、これはすごい、続いて先生は 私ね、今年絶対優勝するぞという願掛けで原監督グータッチやめるでももうやめたな、グータッチ。そうですね、監督退任したから。そうです、シーズン中じゃないからね。でも途中こんなんしましょう、あれでもこれやってた、これは坂本でしょ、坂本ですか、いろいろやってました。丸もこれもある、うん、あ、じゃあまあちょっと減ったかな、これ減ったかな岡本の時これやってたやってますよねやめてはなかったね、うん、はい、続いて阪神、はい、思い通りにいかず岡田監督激怒連発、これはありましたね、うん、あったけどちょっと緩いですよね、これね、サトな、うん、でも思い通りにいかずだから、はい、優勝してる中で前半な、はい、結構怒ってたよな、うん、怒ってた時ありましたね、うん、まあ、最後の方結構ニコニコ多かったですよね、うんうんうん、あれよそれよこれよ、はい、続いて先生、岡田監督の試合後の取材で監督が何を言ってるか分からず記者が激怒、いや記者は激怒しないっていうねしてた、してた、激怒、激怒はなかったですないですよね、多分分からなかったこと聞いてて、こんなに書いてると思いますって話だしですね、想像してね、文脈の流れからね、はい、さあそして私は、うん、雨柳さんと呼ばれていた青柳投手が今年登板する日は一度も雨が降らない、これど、これ雨降りましたよね、降ってた、確かに雨の日ありましたよね、うんうんうん、だからやっぱ雨柳さんだったっていうね、うん、これも何気に難しいよ、難しいです、ね、うん、1年間投げてたらね、そうですね、うん、ドームだけど雨降ってるとこあるからね確かにそこまで分かんないですね、結構中止になってましたから ね、うん、はい、続いて、はい、DeNA 佐々木、シーズン中に筒香が DeNA に復帰、あー惜しいね、まだしかもどっかと契約してたもんな、うん、やりましたね、うん、マイナー契約な、はい、ジャイアンツやな、はい、うん、日本のオファーもあったって、あのコメントがあったけど断って、うんうん、じゃあちょっと惜しかったですね、でもまあ全然帰ってくる感じしない、そうですね、帰ってこないですね、はい、続いて先生、京田選手が金髪になり、うん、デスター社をするっていう、おー、あれ当たってますよ、あ、金髪になったっけ、当たってますよ、あら、デスター社してた、してた、みんなとね、うん、ママチ選手が打ったりとかしたら、うん、みんなと合わせて、そうやな、あの、自分がホームラン打ったなんて書いてないから、書いてないから、正解、サポートちゃんと読んどんすよ、じゃあ、マキ選手がホームラン打った時に横で、横でね、やってたんだ、金髪で、やってた、おー、当たってるじゃないですか、私は今永翔太投手が2年連続ノーヒットノーランを達成、うん、今年はしなかったですね、そうだね、はい、いいピッチングはね、したけどね、ありましたけどね、続いてヤクルト、ヤクルトは、高橋奎二が最多勝を獲得、うん、何やっと刑事ちゃん、最多勝も減ったくるも10勝もせんかったやないか、何勝や、4勝9敗ワオやろこれは、まあ、期待値が高かっただけいいね、あ、うん、防御率 4.60、はい、で続いて先生、うん、吉村が最多勝を取る、はい、ルーキー吉村4勝、うん、高橋刑事と一緒やねん4勝高、うん、そうですね、で袴田さんは奥川投手が最多勝を取る、連勝や、もう1軍でも投げてないわ、いやいや、そもそも戻ってくると思ったんだよ今年中には、2軍でも連勝4敗や、うん、あーそっか、うん、全員合わせて8勝や、はい、全員合わせてもあの最多勝まで届いてへん、そうなんですね、いやそもそもヤクルトがこんなね下に行くとは思わなかったわけですよ、やっぱ予言者にはなれんかったな、なれなかったですね、でも俺は、うん、山本のポスティング過去最高額、はい、と平の先発転向でチーム勝ち頭、はい、11勝だけど13勝、うん、欲しかったです、ね、うん、それとドラゴンズのあのトレードは正解だったと大賞賛当たってるよ、はい、でオコエ覚醒ね、これまあ 0.5 点ぐらい、はい、うん、で岡田監督激怒は0.5 0.5 で 0.5、はい、だから俺は平の 0.5、うん、で山本の1点、はい、で中日のトレードで1点、うん、で 2.5、うん、でオコエで 0.5、3、岡田監督 3.5 3.5 ポイント、おお、すごいな、じゃあ先生は、先生はソフトバンクの開幕だけ頑張る助っ人が現れる、はい、0.5、はい、京田が金髪になりデスター社をする DeNA 1点、浅野10本、1点、うん、でバレずに髪を染め出す、はい、これ 0.5、 3点、おお、素晴らしい、でもそこでもね、で鳩川さんは、はい、私多分キツネダンスで 0.5 ポイント、うん、で楽天のこの、うん、で 0.5、うん、あ、グータッチはいや、やめてませんやめてません、何ですか、
あ、村松選手、一時期レギュラーにちょっと定着したかな。ベストナインは取ってないけど。いやいや、それ1だって、それで0だね、そこは。0ですか？1点やばい、袴田さんはやっぱちょっとひいき目がマイナスになってるよ。応援する親心がマイナス点になってる。あと、ちょっと面白いこと言おうってなんかさ、でも面白いこと言ってやつ正解してるやん。そうなんですよ、出演ダンス。そうなんですよ、面白いことね。え、うん、まあ、これ面白いですね。うん、これめっちゃ面白いですね。うん、だから2023年は里崎ダンブスが1位だったね。あ、そうですね、 3.5 だからね、うん、これも1年間かけて正解見つめんの、はい、長い企画、長いですよね。今年はもうちょっと本気で袴ダムス予言していきますよ。本気。一つみんなで決めよう、はい、ガチすぎたらつまんないから。そうなの、この時期ですから、うん、ね、年越しの時期に出すっていうことを考えて、そうそうそう、やっぱりそのガチもいいけど、うん、そのやっぱユーモアも入れてる。確かにね、ちょっとユーモア重視でいったからね。で、袴田さんは、はい、静岡宮城出身と青学出身は、はい、絶対言っちゃダメ。ちょっとそれは分かんないですまあちょっと検討しますよ。はい、ということで、はい、皆さんのね、はい、予言は当たりましたか？